ではになります。噂のエナリストです。今回はスーパービンゴネオクラシックについて説明をしていきます。個人的に大好きなビンゴシリーズの最新代が誕生しました。ゲーム性はほぼ変わらず、大量上乗せとループで出玉を伸ばしていきます。早速ですが、天井はこちらです。天井恩恵はビンゴでおなじみのあの上乗せが 50% で発生します。一度上乗せが発生すれば111ゲーム、もう一回発生すれば222ゲーム、333ゲームと増えていき、マックスで777ゲーム乗せが実現します。昔みたいに4桁乗せはないにしても、この天井恩恵は強力だと思うので、積極的に天井狙いをしていきたいところです。天井狙いの目安はこちらです。理想が500ゲーム前後というのは、555ゲームのゾーンもフォローしたいと考えています。ビンゴシリーズではおなじみのゾロ目でのゲーム2解除に期待ができるゾーンがあります。奇数のゾロ目、つまり111ゲーム、333ゲーム、555ゲームなどが強いです。理想は50ゲーム手前ぐらいから狙っていきたいところですが、実際に拾えることは少ないと思うので、少し強気ですが100ゲーム手前からでも狙っていこうと思います。とはいえ、ビンゴシリーズを打っている人たちはこのゾーンの存在を知っている人が多いと思うので、実際に拾えるとしたら333ゲームのゾーン抜けである350ゲーム付近が一番多いかと思います。となるとゾーン狙いもあまり拾うのは現実的ではないと考えられます。めちゃめちゃ強気ですが、350ゲーム付近から天井狙いをしても期待値的にはマイナスではありません。ですが、そこから天井に到達した場合は約2万円ほどかかります。ビンゴなら1000枚ぐらいサクッと出てくれますが、やはりちょっと攻めすぎな感じはしますね。ゾーン狙いは今お話しした奇数のゾロ目ですが、ゲーム数以外でも一応狙うところがあり、筐体右側にある夢ランプ狙いはできます。夢ランプは通常時にも点灯する可能性があり、点灯中に AT に突入すると上乗せが確定となります。もし見つけた場合はランプが消えるまで打ちましょう。やめ時は即やめもありですが、個人的には111のゾーンまでフォローすることを推奨しています。逆に即やめ台があれば111まで狙うといった打ち方もできると思っています。111ゲーム以内の AT 当選期待度は 50% と言われているようです。 AT は初回が 50% ループ、2連目以降は 75% ループなので、初戦を突破すれば大量出玉に期待ができます。とにかく初当たりが引ければチャンスが広がるので、積極的に狙っていきましょう。今回の話をまとめるとこちらです。先ほども言いましたが、とにかく AT にさえぶち込んでしまえばめちゃめちゃチャンスの広がる台だと思います。慎重すぎるとなかなか拾えないと思うので、少し強気に狙っていくのもありかと思っています。ぜひ参考にしてみてください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。